さんこんにちは、ウーワンタンです。今回は、モイネロとライデル・マルティネスの8、9回リレー、もうメジャーに通用する説を検証していきます。ここ数日、とても盛り上がっている WBC2023。数々の NPB 選手たちが前線していますが、日本人だけでなくモイネロ、ライデル・マルティネスもキューバ代表で結果を残しています。直近の準々決勝でもモイネロ、ライデル・マルティネスのリレーは圧巻でした。というわけで今回は、モイネロとライデル・マルティネスがパワメジャ2009でも通用するか検証していきましょう。また、二人には現在キューバ選手亡命の聖地とされているマイアミを本拠地にしている、マーリンズに所属してもらいます。二人にはいつものように8回、9回を担ってもらいます。ちなみに能力はパワプロ2022の最新バージョンを参考に、設定しています。それでは早速、開幕戦を見ていきましょう。試合は5回、マーリンズの先発、ノラスコがナショナルズの1番ハリスにタイムリーを浴びて先制を許すも。その裏、マーリンズの4番カンプがレフトへ同点ホームランを放ち、すぐに追いつくことに成功。そして6回には、ワンアウト3塁でメイビンが絶妙なピッチャーゴロを打ち、勝ち越しに成功。その後もカンプのスリーランや、油のソロで5点差を離したところで、この動画の主役、モイネロさんが登板。記念すべき、メジャー1球目。ドロップカーブでいきなりセンターフライに打ち取ります。続くバッターには2ストライク1ボールと追い込んだ後高めのストレートで空振り三振。しかし4番のアダムダンに、ストレートを運ばれツーベースを打たれてしまい、一気にピンチに。ツーボールとカウント不利な状況での3球目。あわやヒットという打球をショートのラミレスがファインプレイ。初登板はなんとか無失点で終えることができました。そして最終回には、もう一人の主人公、ライデル・マルティネスが登板。先頭バッターをショートゴロに打ち取ると、次のバッターもセカンドゴロで打ち取り、たった5球で2アウト。そして最後のバッターにはサークルチェンジ、ストレート。サークルチェンジの3球三振に取り、試合終了。モイネロ、マルティネスともに開幕戦は無失点で切り抜けました。続く2試合目は、5対2という緊迫した場面。しかし特に劇場を開くわけではなく、3人で8回を締めます。そしてその裏、味方が2点タイムリーを放ち、5点差に。これでセーブシチュエーションではなくなってしまったので、なんだか複雑な気持ちですね。しかしそんなことは関係なく、この試合も登板。これはプロ。こちらも特に劇場を開くことなく、3人で9回を抑え、試合終了。試合で抜群の安定感を見せたモイネロとライデル・マルティネスですが、メジャーリーグでもシーズンを通して成績を残すことができたのでしょうか。もうメジャーに行っても問題ない成績だった。ここで注意なのですが、このゲームは打高なので、それを前提にご覧ください。平均の防御率が4点台と思っていただけるといいと思います。詳しくはこちらの動画で。モイネロは87試合、つまり単純計算で2試合に1回登板という酷使具合にもかかわらず、防御率 3.85 を記録。ライデル・マルティネスも防御率 2.39。31セーブと大健闘。惜しくもセーブ王は逃すものの、ナ・リーグで5位のセーブ数に。また、モイネロも18ホールドで、ナリーグ8位の記録。そしてなんと、モイネロがチームの先発陣を軒並み抜かし、155奪三振でチーム2位の数字を取っていました。それに負けじとライデル・マルティネスも、6月に1勝8セーブ、防御率 1.42 で月間 MVP を取る活躍。これはメジャーナンバーワン8、9回のピッチャーと言っても過言ではない活躍。なおチームは、1位と10ゲーム差の2位に終わっていました。ご視聴ありがとうございました。
チャンネル登録お願いします。3アウトです。メッツまたして